こんにちは。今日は私が好きなオブツーサニシキの繁殖ということで、胴切りした苗の経過報告していきたいと思います。まずはこれですね。これ私の未生した苗の繁殖苗なんですけども、ブラックオブツーサニシキの交配種ですね。で、これ牧場夫で残してる親苗になるんですけども、まあ今までもたくさん繁殖胴切りや挟しなどで繁殖した苗がたくさんあるんですけども、そういう中で9月の20、あ、違うか。9月9日ですね。に、胴切りした苗が、そろそろこう見える感じになってきたんで、紹介したいと思います。それで、この胴切りした苗は、非常に地味で、こう見てもわかる通り、ほとんど斑が入ってなかったんですけども、ここに、斑入りがあるんですけども、それで胴切りしましたね。地味風からいいの出るときあるんで、積極的にもう繁殖、挟しや胴切りしちゃいますけども。それで、まあ結果としては、これがちょっと怪しい。怪しいっていうのは全幅になりそうな感じですね。それで、こちらは、まだ小さくてよくわからないですけども、ちょっと斑入りではない感じがしますね。これも同じですね。そうですね。斑入りではないかもしれないですね。ちょっと残念。で、もう一つ同じ日に、9月の9日に、胴切りした苗ですね。こっちはさっきよりたくさん出てます。それで今見て確認できるのが、こちらはさっきよりも斑の入りが少し良かったんでしょうか。この葉っぱやこちらも、そしてこっちはどうかな。まあ、そういう感じなんですけども、こちらの方は、斑入りっぽいのが、これですね。これとかですね。で、これは全幅っぽいですね。で、これは一番サイズが大きいですけども、わずかに斑が入ってるようですね。まあ、これちょっと全体的に薄く斑が入ってる感じがしますね。こういうものはまあ期待できると思います。これはまたもう少し大きくなるのを待って、そうですね、いいのがあったらそこから切り離して単独で成長させたいと思います。で、こういう胴切りした後にまた切り離すと、かきこう切り離すと、そこからまた同じようにいい苗が芽吹いてくる時もあるんで、それは非常にいいかもしれませんね。こんな感じです。で、それよりももっと前にた、これはいつかな。これは前ではなかったですね。これも9月にやって、9月に胴切りした苗なんですけども、これは結構な派手風でした。で、派手風だからといっていいのが出るんかというと、そうでもなくてですね。
そうですね。これも、微妙に斑入りでしょうか。ちょっとこう、わかりづらいですけども、こっちか。こちらが斑入りのようですね。まあ、ちょっとこうバランス良いこう斑入りではないみたいですけども。で、ハウルチアの斑入りっていうのはやっぱり胴切りとか挟しとかでこう増やしていく感じになると思います。あとはもちろん実生ですね。基本的には母木に斑入りの苗を使って、それに、まあ、斑入りじゃない花粉をつけるっていうのが、斑入りの実生苗を作る早道だと思いますね。これ、まあ、親苗としてまだ中くらいなんですけども、こういうのでも、根がしっかりしてれば、ちゃんとした花芽が出て、実生に使えると思いますね。種取れると思います。まあ、3月か4月くらいには花芽がうちでは出ると思いますけども、また種を取って実生苗作りたいと思いますね。まあ、去年この同じクローンからドドソン紫オブツーサをかけた苗、実生苗や、オオカニシキの花粉をドドソンにつけた、実生苗が発芽して、そっから怪しい斑入りっぽいのが出てるんで、それは非常に期待してますね。で、オブツザ系のいいところは、やっぱり成長が早いんで、次の世代に、どんどん、こう、実生をして、次の世代に引き継いでいけるっていうのは楽しいですよね。そこは万蔵と違う点ですね。玉泉万蔵は非常にゆっくりです。なかなか親苗の成長を見るまでが長いですね。はい、そんな感じですけども、今日はこれで動画を終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。Have a nice day.